第16次長期滞在は国際宇宙ステーションでの16回目の長期滞在である。二人の新しい乗組員、ユーリー・マレンチェンコとペギー・ウィットソンがソユーズトマイナス11に乗って宇宙。第15次長期滞在のクレートン・アンダーソンはソユーズ TM-10 で帰還せず、STS-120 の到着までの数週間は、 第16次長期滞在に参加していたとみなされている。STS-120 は10月23日に打ち上げられて10月25日にドッキングし、アンダーソンと新しいフライトエンジニアのダニエル谷が交代した。ドッキング後、アンダーソンと谷のシートが交換され、アンダーソンは STS-120 の乗組員となった。STS-122 で訪れた。 レオポール IR は2008年2月9日からミッションに加わり、谷と交代した。その後、2008年3月11日に STS-123 で到着したギャレット・リーズマンがアイハーツと交代した。リーズマンはそのまま ISS に泊まり、第17次長期滞在の一部にも参加した。大気圏再突入の際、ソユーズとママイナス11宇宙船は、 小さな故障を起こし、急激な降下に見舞われた。その結果、乗組員には 10G 以上の重力がかかり、着陸目的地の 418km 西に着陸した。ロスコスモスは3人の乗組員は無事で健康に問題はなかったと報じた。第16次長期滞在は2人の乗組員が前の長期滞在から引き続いて滞在する初めてのミッションだった。また、 前のミッションの機長がフライトエンジニアとして戻ってきたのも初めてだった。ウィットソンは ISS 長期滞在で初めての女性機長であり、また STS-120 の機長も女性のパメラメルロイだった。二人の女性機長が同時に軌道上でミッションを行ったのは史上初めてである。初めての長期滞在でウィットソンは 週末にフライデーナイトムービーナイトを行って乗組員たちをくつろうがせ日々の業務も陽気に行うことを心がけたアンダーソンは地上での日々の会議にも娯楽性を持ち込んだ様々な課題について地上の管制員にクイズを出したりマイケル・ロッペズ・アレグリアも映画や音楽についてのトリビアを披露したミッションの最初の大きな目的はハーモニーモジュールを とりあえずの場所としてユニティに取り付けることだった。これにより ISS に71立方メートル以上の居住空間が取り付けられた。また、3度目と4度目の宇宙遊泳で P6 トラスの位置が移動され、ステーションのてっぺんから横付近に移された。3度目の宇宙遊泳中のペギー・ウィットソン。ウィットソンの後ろに見えるのはデスティニーとハーモニー s t s 百二十の 打ち上げに続いて、余圧結合アダプタをデスティニーからハーモニーに移すために、一連の宇宙遊泳とロボットアームの操作が行われた。ウィットソンとマレンチェンコは11月9日に宇宙遊泳を行い、ドッキングポートの再配置の準備をした。11月12日、ウィットソンとタニはカナダアーム2を操作し、ドッキングポートを外してハーモニーに移した。11月14日、 タニとウィットソンは再びロボットアームを用いてハーモニーを一時的な置き場からデスティニーの全面の高級的な設置場所に移した。11月20日、ウィットソンとタニは7時間16分の2度目の宇宙遊泳を行い、ハーモニーの濃度を新しい箇所に移した。これで全ての作業が終わった。11月24日、ウィットソンと 谷は7時間4分の3度目の宇宙遊泳を行い、ハーモニーの準備をした。その後、写真による検査を経て、右弦の太陽電池パドル回転、2007年12月18日、4度目の宇宙遊泳で太陽電池パドル回転機構の検査が行われた。地上管制等は、ウィットソンに NASA の歴史の中で宇宙遊泳の総時間が女性として最も長くなったことを告げた。 3時間37分の宇宙遊泳で、ウィットソンは、スニータ・ウィリアムズの総時間29時間18分を超えた。5度目の宇宙遊泳は、ISS の100回目の組み立て、維持のための宇宙遊泳であり、ウィットソンの総宇宙遊泳時間は32時間36分に達し、合計宇宙遊泳時間で第20位となった。STS-122 では、コロンバスを運搬し、 レオポルド・アイハーツと谷が交代した。STS-123 では、日本の希望の最初の構成部品が運ばれ、ギャレット・リーズマンがアイハーツと交代した。第16次長期滞在期間中には、欧州補給機のジュール・ベルヌも ISS を訪れた。名前は SF の父とも呼ばれる小説家ジュール・ベルヌから取られた。 第16次長期滞在期間中には、韓国人発の宇宙飛行士リソケンも ISS に到着した。ありがとうございます。